海トンネルが開かれるのはもはや時間の問題となっていた。ユウスケは潜水の持つ7つの人格のうちの一人、カズヤの残虐非道な攻撃によって最大の窮地に立たされていたが、駆けつけたコエンマによって辛くもピンチを脱した。しかしユウスケは潜水との決着をつけるため魔風艦を使おうとしたコエンマを制し、再度戦いを挑む。そしてユウスケの激しい反撃の中、ついに潜水忍がその姿を現した。忍ですよ、はじめまして。潜水、解き放たれた成功機。こんな潜水さんを見たのは初めてだ。確かに今までの潜水とは一味も二味も違う。忍になった時の潜水には危なさも冷静さも威圧感も全て揃う。その純粋さゆえに苦しみ絶望していく忍を俺は見守ってきた。俺は忍が一番好きなんだ。どうのこうの言ったって、所詮どれもこれも同じ潜水の切れっぱしじゃねえか。なんてことはねえ。結局やつは最初からたった一人だからさ。ドラメシビビンナ、忍だろうがなんだろうがさっきまでと同じやつに変わりゃしねえ。何がおかしい。容器でもないぞ。霊気でも容器でもないだと？だったら一体何なんだ？持ち得なかった究極の闘技。お前はそれをこの10年足らずで。生まれつきどうしようもない才能の差はあるのに。例えば恨めしか、君の気が仮に俺の数十倍の容量を持ったとしても君の気では聖なる力を持てない。何？質も量も俺が上だ。買い物いじめになってしまうかもしれない。
もう休みたまえ。出せねえな。まだ死にたくないだろ。殺さよりましたしのぶ、しのぶ、待ってろ。ゆうすけ、てめえは黙ってろ。やらせてくれよ、頼む。ユウスケ、お前一体。もうちょっとなんだよ。さっきからあとちょっとで俺も何か掴めそうなんだ。何？忠告しとくぜ。小分けや今のうちに迷わず俺を殺せよ。さあ来い。とすげえことが起きるぜ。そうなる前にとどめを刺しに来いよ。裏飯のやつ、なんか策があるみてえだ。あるとは思えんな。何？一対一で勝てる相手じゃない。なんだとこの。家が汗をこんなに。貴様は人間だから勘違いらしい。奴の今の気は妖怪で言えば S 級クラスだ。何？先生は今できる限り最小限力を抑えている。ユウスケの腕を折った時も蟻をつまむくらい優しく。クラマ、おめえまで。甘かったな。先生のやつ、ただの身の程知らずだ。そう思っていた。本気で俺たちを皆殺しにできるほどの力を持っていやがった。笑えるぜ、魔界ですが S 級クラスの力の持ち主には滅多にいない。それが人間かって。しかも人間の中にあんな奴がいるとは。そんな。なんだよ。こんなに力を抑えているのに、もう大地に影響を与えてしまった。俺の唯一の欠点だ。人間界では俺のパワーはすごすぎる。五分の力すら出せない。ストレスだよ、これは。関係ねえんじゃねえか。人間界ぶっ潰したいんだろ。ぶっ壊せばいいじゃねえか。ストレス感じるって言うならよ、全力で暴れてみろよ、バカ者めが。それが傲慢だというのだ。花も木も虫も動物も好きなんだよ。嫌いなのは人間だけだ。俺は目が嫌いだ。立ちたまえ、とどめを刺してやれ。
とどめを刺してやろう。魔界の者たちもここに出たいと叫んでいる。お前がいると目障りだ。ユウスケ、魔風館をよこせ。まだ間に合う。おしゃぶりか。ねえよ。なに、もうない。取られちまったよ。あいつやっぱすげえわ。この都合だ。霊界に存在する防御系呪文の中で最大最強に位置されるものだ。長い年月をかけて自らの霊気を聖なる道具に送り込む。聖なる道具？俺はてっきり父離れしてねえんだと思ってた。そいつを敵に放ち強力な結界を作る。何百年もの間霊気を凝縮しておいた魔風館、たとえ S 級妖怪でもこの呪文にかかれば身動きすらできなくなるはず。この技は過去に二度しか使っていない。そして人間に向けて使うのはこれが初めてだ。地震が起きたら、それがあいつだ。すぐ親父に知らせろ。コインマ様。ボタンさん。一体どこへ行ったんです？霊界だよ。え？エンマ大王のところへ知らせに行ったんだろう。エンマ大王？本当にいたんですか？そんな人が。いちいちうるさいね。納得しな。それよりユウスケたちが気がかりだ。一体中で何が？わからん。だがとてつもないことが起きているのは確かだ。もはや我々の手に負えるレベルではないかもしれん。抑えられてる。頑張れ、小山さん。バカな。
なんだ、地震だ。テイコちゃん危ない。テイコちゃん大丈夫？それにしてもこの地震長いわ。もう数分も続いてる。さっきここからものすごい光やってたんだよ。深いよ。これそこが見えねえぜ。確か虫折り師の下って水脈が走ってたんだよな。ああ、入間洞窟とつながってる自然の大地道さ。下から何が飛び出てきたんだ。 UFO じゃないか。いや、プラズマじゃないか。これってもしかして。ああ、とてつもない力が動いてる。あの子たち無事だといいけど。ケイコちゃん、ちょっとどうしたの。何か嫌な予感がするわ。ここにいない方がいい。どこか見晴らしのいいところへ行きましょう。の中で俺だけが成功機を使える。コエンマ、お前の魔風か妖怪か波の人間なら聞いただろう。だが考えてみたまえ。人間にとって究極の機である成功機は聖なる力。霊界の技に共鳴こそすれ封じることなどできない。もうわしですらお前を止められんのだ。何百年かの苦労が水の泡だな。諦めんのはまだ早いぜ。ユウスケ、無理だ。用済んだ。わしが長い間かけて霊力を貯めた魔風館でもダメだったんだぞ。おっと、そうそう、とどめだったね。やれるもんならやってみな。チェン、見ろよあいつの自信を。裏飯はきっと考えがあるんだ。ただでくたばるやつじゃねえ。まさか。なんだクラマー。クワバラ君、君がトグロの時にやったこと、それを今度はユウスケが。俺がトグロにやったこと。ユウスケ、あの時と同じ気持ちで。あの時、違うぞ。まさか、ユウスケ、あの時の君と同じつもりだ。だが、そんな裏飯のやつ。魔風館ですら潜水の力を抑えることはできなかった。全ての力を使い果たした浦飯雄介に残された武器は、自分の死によって仲間の力を引き出すことなのであろうか。